ブライアン・ムー・アマンは、カンザス州ウィチタ出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のバッファロービルズに所属している。ポジションはパンター。NFL2000 年代オールディケードチームに選ばれている。高校時代は、アメリカンフットボールの他に、陸上競技、バスケットボールを行った。ハードル層では3回衆のチャンピオンになっている。 ピッツバーグ州立大学に進学した彼は大学史上初めて4年連続でオールアメリカンに選ばれた。現在でも彼は大学記録となる平均43.97ヤードの大学記録を残している。2003年には大学の100周年記念チームにも選ばれた。陸上競技では NCWA 選手権の400メートルハードルで3年連続優勝。 それ以外に8つの大会で優勝している。110メートルハードルで13秒81の大学記録、400メートルハードルで49秒77の大学歴代2位の記録を残した。2009年に大学のスポーツ名誉の伝道に選ばれている。1999年4月24日にシアトルシーホークスとドラフト外フリーエージェントで契約したがその年、 2000年それぞれ開幕ロースターに残ることはできず NFL ヨーロッパに派遣されベルリンサンダーで2000年2001年とプレイ共にリーグのトップの成績を残した2001年7月20日にフリーエージェントでバッファロービルズと契約2002年には平均43.1ヤード12月24日のグリーンベイパッカーズ戦では 最長84ヤードのパントを蹴った。2004年のジャクソンビル・ジャガーズとの開幕戦で80ヤードのパントを蹴っている。2005年、2006年にはプロボールとオールプロにそれぞれ選ばれた。2006年のプロボールではフェイクパントを試み、ボールを持った。彼はランでファーストダウンを狙ったが残り3ヤードのところでショーン・テイラーに止められた。2007年7月2日。 ビルズと5年間1000万ドルの契約延長を果たした。これはパンターとしては当時シェーンレクラーに次ぐ史上2位の高額契約であった。2008年シアトルシーホークスとの開幕戦でライアン・リンデルの FG と見せかけてディフェンシブエンドのライアン・デニーに19ヤードのタッチダウンパスを通した。パントを蹴るムーアマン2009年シーズン開幕前 バッファロービルズ50周年記念チームに選ばれた。この年、自己ベストの平均46.6ヤード、4192ヤードを蹴った。第7週のカロライナパンサーズ戦では8回のパントで、平均45.0ヤード、うち4回を敵陣20ヤード以内に蹴り込み AFC、スペシャルチーム部門の週間 MVP に選ばれた。2012年、 第3週終了後の9月25日、ビルズから解雇された。9月26日に、クリス・ジョーンズが、その週のタンパベイ・バッカニャーズ戦で負傷した、ダラスカウ・ボーイズと契約を結んだ。素警部を痛めたため、10月14日のボルチモア・レイブンズ戦は欠場し、ジョーンズがセイパンターに帰り咲いたが、10月24日に、ジョーンズは故障者リスト入りしたため、 シーズン終了までパンターを務めた。2013年4月30日にピッツバーグスティーラーズと契約したが、シーズン開幕前に解雇された。10月6日、ショーン・パウエルの大役としてバッファロー・ビルズに復帰した。2014年1月10日、ビルズと1年の契約延長を果たした。2004年に妻と共にニューヨーク州西部の難病に苦しむ。 子供のための基金を設立した。ありがとうございます。